紹介いただきました下野市の広瀬でございます。私隣の下野市っていうのを実言うとこう言っちゃうと怒られちゃうんだけど吉行と同級生です。もともと県議会と同じ釜の飯食いました。まあそんな中で一生懸命やってる姿見て正直なこと言うと吉行を首ちょってこんなにきつかったっけ、今だったら早く言ってくれれば俺喧嘩やめなかったのになんて冗談を言ったことがあるんです。ただこういった中において今栃木市政を一生懸命頑張ってくれてる。そしてもうさまざまな来賓の皆さんからお話がありましたけれども今素晴らしいなと思ったのは事務長代行に串渕県議と小寺県議がつかれた。そして今小寺県議はかつて戦った仲間、しかしそれを支えていこう、そしてこの地を中心にという思いをしっかりとやっている。こういった部分というのはやはりリーダーがリーダーの資質として頑張って周りをまとめていくその資質を持っているからだと思うんです。皆さんにここでちょっとだけ言います。実は私が市長になった時に彼岸の市長が都庁ちゃん一人ポーンと来ただけで寂しいだろう、若手の首長の会作るからそこでいろんな話しようやということでやってくれた会があります。栃木県の中の彼岸の市長、宇都宮市長の佐藤栄一市長、私、それから今度は町長の茂木の小口町長、益子の大塚町長、高根沢の高橋町長、この6人で2ヶ月に一遍、まあ、うちの子募集会っていうんじゃないんですけど、それやってます。去年は佐藤栄一市長が苦しい衆議院選と一緒の中の戦いを制しました。今年は残りの5人が全部今年選挙なんです。一等最初に吉木が言います。ここで頑張ってもらわないと後ろの方がこけてってしまうんです。実言うときっと私が一番最後の選挙じゃないかと思うんです。夏は皆さんよろしくお願いいたします。まあそういう部分もあります。本当にあの皆さんには一緒にこの寒い中で出陣をする、まあ事務所開きをして共に新しい地域づくりをする、その思いをずっとずっと持ち続けて選挙戦に臨んでいただきたい。下野市の方も実を言うと今年の1月10日でやっと4年が経ったんです。やっと4年が経って実を言いますと不均一課税というものが要は3つの町が合併して下野市になったんですけど、3つの課税状態がバラバラのっていうのがやっと治ったのが去年なんです。これだけ大変なんです。それを新しい栃木市の方は全てその後にという部分があります。ですからよほどの力を持って国権に対するパイプ、それから自分のすごい信念ですね、これを持って臨まないと新しい町づくりはできないというふうに考えています。それには比嘉の市長は、まあ私今度タバコやめたんですごく太ってしまいましたけど豆タンクのように結構がっちりしてますから、こっちも大丈夫ですから皆さんの力をいただいて一緒に地域づくりやっていきたい。私も広域で頑張って共に地域づくりをやっていきたいというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いしましてご挨拶に返させていただきます。お願いいたします。